守備のベストナインを選ぶ三井ゴールデングラブ賞が12日に発表された。背では4年ぶりリーグ優勝を果たした巨人から4人が受賞した。外野手部門では中日の岡林祐希外野手22が3年連続3回目の栄冠に輝いた。下向き黒三角岡林3年連続で選出していただき、大変光栄に思います。 個人のレベルアップがチームの勝利には必要だと思いますので、さらに成長できるよう努力していきます。4年連続選出していただけることを目標の一つとして、来シーズンも頑張ります。